鈴木も三郎は、日本の政治家、第二代日本社会党委員長、ジャーナリスト、エッセイストとしても知られた、愛知県蒲郡市出身。旗本、竹本家代官の分家の子孫で、現在の蒲郡駅南付近で、人力社夫の家に生まれる。1907年蒲郡南部神場高等小学校を卒業し、 鎌郡北部小学校の代用教員をしていたが、1912年、東京麹町の人力車製造工場などで働きながら苦学生活に入る。父母を困窮から救うため、車引きや新聞配達などの通学に支障のない仕事をしながら、旧正会場中学を経て、早稲田大学政治経済学部を卒業するまでに8年を費やした。大学卒業後は、 ジャーナリストとなり、放置新聞、大正日日新聞、東京日日新聞などの記者となり、主に経済部に所属して、経済ジャーナリストとして知られた。1918年に特派員として、シベリアに渡るが、その際、シベリア出兵を企てる軍部の陰謀を目の当たりに、したことで、軍部に対する不信を強め、以後、一貫して、戦争反対を主張していくことになる。 その後もたびたび特派員としてソ連を訪れてソ連の社会主義を目の当たりにしたことと幼少期に極貧生活を実体系にしたことから次第に社会主義思想を身につけるようになった。また東京日日新聞記者時代には雑誌労働の導入となり薄木主義とのペンネームで執筆を行っている。1928年新聞記者を辞めた鈴木は 社会主義運動に専念するようになった。同年7月22日に東京で黒田俊夫らと共に無産大衆党を結成し初期長に就任。12月には日本大衆党に合流するが、翌1929年の党内対立により黒田、井の又綱夫と共に除名され、同年7月に黒田、井の又らと東京無産党を結成した。 1936年5月4日には、加藤菅十らと共に、労農無産協議会を結成。社会大衆党との共闘を模索するが実現せず、協議会が1937年3月11日に、日本無産党と解消すると初期長に就任した。社会大衆党が軍部との関係を深め、国家社会主義的な路線を取るようになっていったのに、大使、鈴木はあくまでも、 戦争とファシズムに対する反対を貫いた。しかし、政府の弾圧の対象となり、1937年の第一次人民戦線事件に連座して検挙され、以後、1945年の日本の敗戦まで政治的な活動の余地を奪われた。戦時中の鈴木は古本屋の経営で生計を立てた。1945年、日本の敗戦直後、 日本社会党が結成されると、鈴木は左派の中心人物として、それに加わった。1946年の総選挙で衆議院議員に初当選し、1947年に政策審議会長、1949年に初期長、1951年に委員長と順調に党内での地位を固めていった。1948年に、 衆議院に予算委員長だった時に、与党調整が整わないうちに、社会党派の了承なく強行採決を行って、政府予算案撤回の動議を可決させて、片山明内閣崩壊の原因を作った。鈴木自身には内閣を崩壊させるつもりはなく、度重なる左派の造反に平気した西尾末広に、片山内閣総辞職の口実として使われたのが、真相のようである。 1951年に日本社会党委員長に就任した際の党大会で最終日の1月21日委員長就任演説で戦争反対を訴え次のように演説した青年の諸君に対しましてはただいま再武装論がございます再武装を主張する当年64歳の足田人志が鉄砲を持ったり排脳を背負うのではないのでございます 再武装をするとすれば、いわゆる青年の諸君が再武装しなければならないことは当然でございます。私は青年諸君はこの大会の決定を生かすために断じて銃を持ってはならない。断じて廃納を押しよってはならないこの演説は大きな反響を引き起こし、鈴木の演説は青年よ再び銃を取るなとして兵庫となり、以後、 日本の平和運動の象徴的な存在となった。実は、鈴木が平和運動を盛り上げ、それを口実にして、当時の首相、吉田茂がアメリカからの参軍美容級を尻けるという役割分担が、両者の間でできていたと言われている。この標語は、日本教職員組合にも取り入れられた。1951年に、サンフランシスコ講和条約の批准をめぐって、 左右両派が分裂すると、鈴木は、左派社会党委員長となり、分裂時、衆議院に16議席しかなかった。左派社会党を1955年の総選挙では73議席増の89議席にまで躍進させた。その背景には、総票の支援を得ることができたことが大きかったが、沿線感情の強かった、当時の有権者の意識に、 彼の非武装中立論がうまく適合したことも、左派社会党の躍進に大きく貢献したとされる。1955年の社会党再統一にあたって、統一社会党の委員長となった鈴木は、川上上太郎派と協力しながら穏健な路線を追求し、自由民主党に代わる政権政党へと日本社会党を脱皮させようと努力した。1956年には、 最高裁判所機構改革に並行して、違憲裁判手続き法の法案を、衆議院法務委員会へ提出した。しかし、1958年の総選挙での伸び悩み、翌1959年の参議院選挙での敗北を機に、左右両派の対立が再び党内で高まり、ついに1960年には、西尾末広らが脱党して、民主社会党を結成した。 その責任を取り、委員長を辞任した。その後の鈴木は、後輩の枝三郎が発表した構造改革論に反対するなど、協情主義的な言動が目立つようになり、1962年には社会主義理論委員会委員長に就任して、日本における社会主義への道の策定に携わり、日本社会党の路線の左傾がを推し進めた。 1967年に政界を引退した。1970年5月7日、観光編のため77歳で死去。最後の言葉は、大内先生、頼みますよである。横見図公九1931、原明久、戦後史の中の日本社会党中高新書、2000年、76から78ページ1956年3月12日衆議院議事録。 第16号国会議事録検索システム。なお、1959年3月12日参議院議事録第9号によれば、当時の首相、岸信介は、単純な意見を理由として出訴できるかどうか、その手続き問題については議論があるようであり、改正されるべき不死があると思われるという旨を、答弁しているが、法案は成立に至らなかった。服部 自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の新一覧15ページ、梶山や世界の名言臨終の言葉。php 研究所。p49、ISBN 978から4から569567990、https コロンスラッシュスラッシュブックスドット g o o g l e c o m スラッシュブックス id="bp09 イコールやなに IC& ピコグラムイコール PA49 ありがとうございます。